顔はこってり、味覚はあっさり。毎度寿司職人さかなちゃんです。毎度ダッチョです。ダッチョさん、またまたアンケート企画やっちゃいました。募集してたね。はい、インスタグラムのストーリーで募集してたんですけれども、今回面白いお寿司屋さんランキングやっちゃいます。美味しいじゃない、面白いです。最近劇場型って言われるお寿司屋さんが増えてきてるので、その面白いっていうのと流行っているお店っていうのは相互関係があるのかっていうところを今回検証したいと思いまして、やってみました。実験室っぽいね。実験室っぽいことをします。取ってみたデータなんですけれども、トータルでなんと100名の方に募集いただきました。ありがとうございます。100個のデータだとね、結構いいデータ取れてるでしょ。そうだね。なのでまずベスト12から紹介していきたいと思います。本当はねベスト10にしたかったの。例のごとく団子ってる、ある位置から団子ってるんで、ベスト12からになります。じゃあまずずらずらずらとベスト12位から1位までいっちゃいたいと思います。第12位、お店4つあります。増六雄山さん平川町、寿司勝さん弁天町、谷中町寿司さん千駄木、寿司街道さん乃木坂。それでは第8位いきます。8位はトータルで4店舗。1つ目が幸楽寿司安光さん四ツ谷三丁目、2つ目が寿司木村さん双子玉川、寿司高光さん中目黒、畑野吉樹さん麻布十番、この4店舗です。6位2店舗。こっから実は団子じゃなくなってきます。1店舗目が麻布十番の新助さん、2店舗目が初音寿司さん蒲田です。この2つは来ると思ってたな。次いきます。第5位。第5位はてる寿司さん、これですね。まあ来るでしょう。あそこだって私も行ったことないけど、うん、インスタで見るもんね。第4位寿司新井さん、これも納得かな。そして第3位新生です、寿司蘭丸さん不動前。この前僕も紹介してるんですけど、動画ですっごい安いですよ。安くてうまいですよ。で面白いですよ。だからこれ多分フィーバーしてるよね今ね。第2位いきます。第2位、外苑前の海さん、これも納得です。そして栄えある第1位、1位は寿司ゆうさんです。おめでとうございます。寿司ゆうさんと外苑前のゆみさんは15票13票でデッドヒートしました。集計最後までやって、あれこれ同率1位だったらどうしようって思うぐらいやってたんだけど、まさかの2票差で、蘭丸さんは少し差が開いたんですけど7票入ってます。それでも全国の100票のうちの15票13票、そして7票をここの上位3店舗で抑えてたのすごいなと思ってます。で今回分析して思ったんですけど、上位ゆうさん、海さん、蘭丸さん、寿司新井さんとか初音寿司さんとかもやっぱり今全然予約取れないんですよ。なので面白いって思われてるお店と今流行ってるお店は必ずしも 100% イコールではないけれども、かなり相互関係はあると今回証明されたのかなって思ってます。正直最近のお寿司屋さんって2万以上の店が多いじゃないですか。2万以上のお店、美味しいのは当たり前だって正直思われてると思うんですよね、お客さんからね。2万で美味しくなかったら正直辛い。でその中でやっぱり面白いっていう差別化ができてると、こういう風に今の世の中流行ってるんだなとか、インスタとかで拡散されてるんだなっていうところが今回分かりました。その他にも実はいろんなお店があったので一通りお話ししたいと思います。1票ずつ入ってます。菊寿司さん、小野寺さん、寿司西地さん、寿司金坂さん、松野寿司さん、太一さん、宮子さん、浜新さん、寿司石杖さん、寿司南波さん、仰天寿司さん、丸八寿司さん、パリの仁さん、寿司高岡さん、松本さん、寿司佐竹さん、こういった形で票をいただきました。多くの票ありがとうございます。一部くら寿司さんとかもあったんですけれども、カウンター寿司の企画だったので申し訳ございません。回転寿司さんはちょっと除外させていただきました。でもご応募ありがとうございます。いやーランキング面白いね。これからもより多くのデータが取れたらもっといいランキングになると思うんで、これからも定期的にランキング系はやってみたいと思います。人の好みが
反映されてるし、 100% 美味しいだけとかそういったものではないので、ぜひ楽しいお店を探したいときは参考にしてみてください。今日もご視聴ありがとうございます。それでは毎度毎度、動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回いけたんじゃね？当てた当てた、まあ、めっかバイバーイ。